下ってきますよ。左寄りましょうかね。お、もうレジャーシートで場所を取りしてますね。どうだろうな。お、もうくつろいでますね。最近段ボール箱を机にしてそのまま捨てていくっていう、なんかそういう流れがありますね。あれありなんですかね。分別ゴミはですね、瓶かペットのボトル、燃えるゴミ、燃えるゴミ、燃えないゴミというジャンルになってます。あ、そんなことはどうでもいいですか。ね、五分咲きだね。五分咲きっていう感じですね。おちびさんがいますね。 OK。 まあまあ、まだまだつぼみもありますよ。うん、でも咲いてる。5分ぐらいは咲いてる。3分咲きもあるね。やっぱり週中ぐらいがいいとこじゃないですかね。これからね、今日明日明後日、あの週末まで気温が高い状態なんで、一気に開花するんじゃないでしょうかね。うんうん、きれいきれい。この朝の早い時間は通勤してる人以外は観光客って感じですね。いいね。あ、そうでもないか。なんか白い感じで綺麗だね。あそこの下にも行けるかなと思ったら、通路はもうちょっと左でしたね。そうそう、ソメイヨシノって由来がソメイのところにあるんですね。駒込のあたり、遠くはないですね。上野まで来たら遠くはないです。撮ってる人がいるからちょっと待ってようか。観察してたね。それでもうあとは下、一番下に咲いてるのがドットあるぐらいの感じかな。かわいいね、こういうふうに咲いてるのね。焼肉養蚕道。まあなんか花火のイベントの感じがすごく強くなってきましたね。で、今日はカエルのところで終わりにしようかな。子供たちがいるしね、ゆっくり行きましょう。もうこっちは葉桜になってきたね、相当。よし、ぐるっと回るよ。みんな朝早いね。